鈴木すみこは、日本の女優である。化け猫女優として一世を風靡。初期芸名は、鈴木すみこ。声優の鈴木すみことは別人。1904年10月26日、東京府東京市下役に生まれる。1921年、万15歳の時、トーマス、栗原に見出され、前年に設立された、大正活営に入社。 同年5月11日公開の栗原の監督した短編映画、奇戦防止に出演してデビューする。同社には俳優として岡田時彦、井上金太郎、内田富、二川文太郎らが在籍した。1922年、同社が制作を停止すると、京都に新設された小笠原映画研究所に移籍、同賞を主催する小笠原明峰が監督した現代劇。 三色スミレラブ、インワイダルニスに出演した。翌1924年には、東亜キネマに移籍した。帝国キネマ演芸を経て、1925年、牧野プロダクションに移籍する。二川文太郎らの監督作に主演し、多くの映画に出演した後、1928年、牧野肖像の監督作、中根二列実録中心蔵に出演したのを最後に、京都を離れ、 東京、菅野の河合プロダクションに移籍した。翌1929年には、市川歌右衛門プロダクションに移籍、1930年には再び帝国キネマに入社した。1931年、帝国キネマの新興キネマへの改祖にあたり、継続入社し、1937年、紀藤シベルが監督した、佐賀海病伝に、大友隆太郎と共に出演。 同作のヒット以来、多くの怪談映画に主演し、化け猫女優と呼ばれた。1941年、吉田晋三監督の、羅生門に、茨城の同時役で主演した後、翌1942年の戦時統制による同社の、第二本映画制作への統合に当たり退社、鈴木澄子一座を結成して、実演の巡業を開始した。百八十五年一月十八日、 脳出血が原因で死去した、万八十歳没、生涯で200作を超える映画に出演した、すべて出演である、黒白像史のスチル写真、杉教授、鈴木澄子、ありがとうございます。